Hi, everyone. Welcome. We're going to take questions one at a time.We're going to let them go. Thank you all for attending. Thanks for your questions. I promise I'll start with you next time. ここは注目の一戦になりました。チームはノックアウトラウンドに進めるんでしょうか。激闘の模様を生中継でお送りします。もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはチャンピオンズリーグのグループステージ。これはチャンスです。カウンターに失敗しました。再びピンチになります。エンバペ、ハーランドに渡る、そうだ、入った、先制です。早くもスコアに動きがありました。リプレイが出ました。短いパスで相手のディフェンダーを翻弄していきます。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。1点を追うマルセイユのキックオフです。このまま終わるつもりはないでしょう。ジョアン・フェリックス、エンバペ、再びエンバペ、これはナイスインターセプト、チームを救いました。フォーデン、ハーランドに渡る、これはナイスカット、フォーデンに絶好のチャンス。エンバペ、決まった、立て続けに追加点、これで2点のリードです。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。相手陣内でインターセプトした。さあどうする、ゴールチャンス、ジョアン・フェリックス、
スタックル。エンバペ、プレスが効いています。前でボールを取り返しました。ジョアン・フェリックス、ビルツに渡る、打ってきた、決まった。チームの勢いが止まらない。点差を3点に広げました。映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。諦めずに得点を狙ってほしいですね。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。相手にパスしてしまいました。ベリンガム、ベリンガムにチャンス。このシュートが決まらない。キーパーがセーブしています。あの距離のシュートによく反応できましたね。キーパーは展開を読む選手。エンバペに絶好のチャンス。何が狙いでしょうか。決まった。さらに追加点。一方的な様相を呈してきたこの試合、相手を完全に圧倒しています。この距離では外さないでしょうね。キーパーはなすすべのない局面でした。ああなる前に何とかしておきたかったですね。さあどう来るのか。マルセイユがここでボールをロスト。ペドリ、エンバペ、ビルツに渡る、ハーランド、フォーデンに渡る、ベリンガム、パスは通さない。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。マルセイユが再びボール。チャンス来た。入った。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。ポゼッションは相手に移ります。ビルツ、ベリンガムに渡る、ベリンガムにチャンス。ゴール。ボールがネットを揺らしました。強烈なシュートを叩き込みましたね。キーパーはノーチャンスといった様子でした。だいぶ点差が開きました。一方的な展開になりそうです。ハーランド、ジョアン・フェリックスに渡る、フォーデン、フォーデンに渡る。サードをするハーランド。これはシュートミスでしょうか。ハーランド、ジョアン・フェリックスに渡る。おっとボールを取り返した。さてここで他会場の試合経過をお知らせいたします。ユベ、おっとフリーです。タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。ありがとうございます。他会場の動向をお伝えしました。繰り返しますと、ユベントスにゴールが生まれました。素晴らしいスキルで抜いてきます。オフサイドを取られました。ゴールの予感もあったんですけどね。ジョアン・フェリックス、ハーランドに渡る、シュートまで持っていきたい。ゴール。ここでさらにリードを広げます。
あと何点取るつもりなんでしょうか。映像が来ました。完璧なワンツーパスでディフェンスを置き去りにします。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。大量リードの試合となっています。ジョアン・フェリックス、ボックス内でボールを奪取。これは勇気のある守備です。前半が終了し、現在ハーフタイムです。ここまでの UEFA チャンピオンズリーググループステージの試合です。後半戦もご覧ください。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ボールを前に運びます。ゴールチャンス。ゴールならず、キーパーがセーブ。いろいろな噂が流れていますが、ボルシア・メンヘングラードバッハが新たな選手獲得への移行。これはチャンスですよ。決めた。ゴール。キーパーがっくりきています。まあそうでしょう。少し判断を誤ったようです。ここでボールを失いました。ジョアン・フェリックス、おっとこれはいいぞ。入った。ゴールです。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。ポゼッションは相手に渡ります。味方もサポートに来る。うまく振り切った。入った。ゴール。ここで決めてきます。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。この展開を誰が予想したでしょうか。ジョアン・フェリックス、エンバペへ渡る。ここで打てるか。入った。距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。あそこで打たれた時点で勝負ありでした。残り時間は30分です。どこまでドリブルするのでしょうか。ゴール決まった。一人で持ち込んだ上でのフィニッシュです。かなりの距離を走っていますね。ディフェンス側は何をしていたんでしょうか。ここでポゼッションを失いました。ハーランド、エンバペ、ジョアン・フェリックス、ペドリに渡る。チャンスです。このゴールでハットトリック達成です。映像が来ました。細かくボールをつなぎディフェンスを崩していきます。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。
相手にボールが渡りました。ビルツ、ハーランド、ここはシュートチャンス。ハーランドに渡る、狙いたい。ジョアン・フェリックス、決まった。ゴール。ということでしょうか。エムバペ、ジョアン・フェリックスに渡る。フォーデン、ペドリに渡る。ジョアン・フェリックス、ボールがラインを割ってゴール。キックです。高いパスで裏を狙います。チャンスになるか。試合終了まで15分です。エンバペ、さてここで情報が入ってきました。ユベントスの試合でスコアが動いたようです。はい、2点目のゴールがユベントスに生まれました。シュートチャンスだ。ピンチをタックルでしのいだ。深い位置でのチェック、入った。これはナイスシュート。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。試合も終盤に差し掛かりましたが厳しい展開になっています。さあチャンスだ。ここがポイントです。キーパーがいいセーブを見せました。ありがとうございます。他会場の経過報告でした。繰り返しますと、ユベントスにゴールが生まれました。これによりスコアは2対0と相手を突き放すことに成功しています。ここは抜いてくるのか。止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。ビダル、サントス、パスミスでしょうね。ボールは相手に渡っています。ビルツ、絶好のチャンス。さあどうする。ゴール、ゴール、ゴール。フィニッシュに至るまでのポジショニングがいいですよね。オフザボールの動きでチャンスメイクをしたからこそのゴールでしょう。この試合に関しては力の差が出てしまっています。ここで抜きました。エンバペに絶好のチャンス、決まった。ボールがネットを揺らします。
リプレイが出ます。ここでエンバペがディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてエンバペのこのフィニッシュ、最後試合終了の笛です。この結果によってチームのノックアウトラウンド進出が確定しました。やはり順当に結果を出してきましたね。今の状況な Just a moment of your time. That'll be all. Thank you.
Welcome everyone. Thanks very much. Let's start taking some questions, please. Okay, guys, we're out of time. Thanks very much for attending. Sorry if you couldn't get a question in. サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日はデーゲームをお楽しみください。熱戦を予感させる好カードが組まれています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、そうそう見られない試合になりそうですね。この試合も面白そうですね。シュートを打ちたい。タックルでボールを取り返した。きついプレスで思い通りにプレーさせません。クリアさせました。さあこのチャンスを生かせるか。ボールに飛び込んだ。奪った。一転してチャンスだ。さあチャンスだ。決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。この失点はやっちゃいましたね。あそこでボールを持ちすぎたことがそもそもの原因でしょう。相手が寄ってくる前にパスするかクリアすべきでした。前でインターセプトした。何かしてきそうですが、ボールをうまく動かします。パスは通さない。素晴らしいパス。ボールが跳ね返った。ここは押し出します。いいボールが出ました。何度見てもこのシュートを止められるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。相手ボールになります。
ボールをアタッキングサードへ持ってきました。さあかわしてきた。これは狙います。ここは無人のゴールにシュートを入れました。キーパーが釣り出されていましたね。ゴールが空になっていました。このチャンスを逃す手はありません。この展開は予想できませんでした。味方につなぐこともできます。攻守が入れ替わります。サントス、これはチャンスになりそうです。入った。すでにスコア差は4点。大量リードしてもチームが手を緩める様子はありません。映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。ここでボールを取り返しました。サントス、キーパーがセーブ。守護神の名にふさわしいパフォーマンスです。ここから狙うのか。得点のチャンス、決まった。まさにゴールラッシュです。チームがさらにリードを広げました。この快進撃はどこまで続くんでしょうか。映像が来ました。細かくボールをつなぎディフェンスを崩していきます。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。さて、キングパワースタジアムで行われている試合に動きがあったようです。はい、1点目のゴールがレスターシティに生まれました。現在スコアは1対0、時間は28分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。他会場の動向をお伝えしました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。激しいタックルです。縦横無尽にパスを回してチャンスを伺います。この位置でインターセプトします。ドリブルで運びます。これは打つしかない。またも決めた。これで今日は2得点。この選手はかなり調子が良さそうです。この失点はやっちゃいましたね。あそこでボールを持ちすぎたことがそもそもの原因でしょう。相手が寄ってくる前にパスするかクリアすべきでした。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。チャンスの場面でしたがオフサイドです。飛び出すのが早すぎました。これは強い。ボールをしっかりキープ。ここはドリブルに入ります。このパスは読んでいました。ホームチームがボールをキープする時間が多くなっています。試合をうまくコントロールしている点が見て取れますね。それが結果にも現れています。サントス、ここでボールを取り返しました。アディショナルタイムが2分増やされましたね。ラモス、
絶好のチャンス。危ない場面でしたがクリアしました。前半終了です。試合は後半に入ります。前半のペースが維持できるでしょうか。高い位置でボールを取った。素晴らしいパス、決まった。これでハットトリック達成です。映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ、冷静に決めました。タックルで取り返した。サントス。リズムよくパスを回します。ここからどうつなげてくるのか。あとは打つだけ。ここは枠を捉えきれません。ボールを失いました。いいところに出た。ゴール。ここでさらにリードを広げます。あと何点取るつもりなんでしょうか。リプレイを見てみましょう。ショートパスを細かくつないで相手を崩しましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ラモス。これはチャンス。ここからどうする。確かにオフサイドだったようです。これはもったいない。ウエストハムに選手の交代があるようです。攻守の切り替えが大事です。サントス。ウエストハムユナイテッドの、おっと裏を取りに来ました。これを止める。なんという反応でしょう。素晴らしいセーブでした。キミッヒのコーナーで再開。インターセプトしました。これはチャンスだ。ヘディングで決めた。ちょっと言葉を失うようなプレーでしたね。不用意なパスを出したことでボールを取られ、そのままゴールを決められてしまいました。クリアという選択肢もあったんじゃないでしょうか。これはチャンスです。これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが見事に止めましたね。コーナーキックを蹴った。
ラモス。危ない場面でしたがうまくパスをカットしました。狙えそうだ。これはどうやらオフサイドのようです。得点にはなりません。ここからだと完璧なタイミングに見えたんですが、飛び出しがちょっと早かったんですかね。まあこれは仕方がないでしょう。そのまま前に進みたい。まだ気を抜けない状況です。ボールはキーパーが触った。来た、ゴール。最後までよく集中していました。キーパーとしては一度素晴らしいセーブをしただけに悔しい失点でしょう。カットします。素晴らしいスキルで抜いてきます。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。試合も終盤に差し掛かりましたが厳しい展開になっています。強烈なタックルです。これは何かありそうです。カウンターアタックのチャンスです。ディフェンダーが戻りきれていません。ポゼッションは相手チームに。チャンスになるでしょうか。絶好のチャンス。決まった、ゴール。この選手はこれで2得点です。リプレイを見てみましょう。ショートパスを細かくつないで相手を崩しましたね。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。レフェリーがアディショナルタイムを示しました。3分です。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。試合終了の笛です。ホームチームが勝利を収め勝ち点3を獲得。サッカーファンの皆さんこんにちは。サッカー中継の時間がやってきました。今日はデーゲームをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、福西さん、会場のサポーターも興奮を抑えきれない様子ですね。すごい試合になりそうです。この一戦も面白い組み合わせになりましたね。いくつか見どころはありますが、試合の中で解説していきたいと思います。高い位置で取り返しました。これはチャンスか。ラモス、さあ前を向けるのか。ここしかない。ゴールは無人だ。決まった。早い時間に先制弾を叩き込みました。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。最後は確実に決めてきました。2対1のシチュエーションをうまく生かしましたね。1点を追うウエストハムのキックオフです。このまま終わるつもりはないでしょう。思い切って打てるか。これはナイスセーブ。キーパーのファインプレーです。ゴールは見えるか。パスをつないでいく。
けない状況です。このシュートはうまくブロックしました。コーナーからエリア内へ、いいボールが出ました。ゴール、これで2点差です。これで試合運びもさらに有利になるでしょう。この距離では外さないでしょうね。キーパーはなすすべのない局面でした。ああなる前に何とかしておきたかったですね。ボールを失った。サントス、ここから狙うこともできますが、まずはしっかりとボールをキープします。前でインターセプトした。このパスも相手に渡ります。副審が旗を上げました。飛び出しが早すぎですよね。そして戻りきれずにパスが来てしまったという感じでしょう。こういうプレーはチャンスを自ら潰しているようなものです。これはナイスカット。おっとフリーです。さあゴールを狙いに行く。ホームチームがボールをキープする時間が多くなっています。ピッチの中盤を抑えることで試合を優位に運べていますね。このままならさらにリードを広げられるんじゃないでしょうか。さあ再びチャンスとなるのか。パスを繰り返し相手の隙を伺っています。いい組み立てでしたが、ここでボールをロストしました。さてここでスタジオから情報が入ってきました。キングパワースタジアムで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがレスターシティに生まれました。現在スコアは1-0、時間は28分を過ぎたところです。わかりました、経過報告ありがとうございます。サポーターの声援が高まる。絶好のチャンス、シュートチャンスです。ここで見事なタックル。さあ敵陣へと攻め込んできました。仕掛けていくんでしょうか。惜しい場面でしたが相手のディフェンスに阻まれました。これはチャンスだ。打ってくるのか。ゴール、チームの勢いが止まりません。これでスコアは3点差です。この距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。ゴールに向かう嗅覚を褒めるべきでしょう。ここまでのところ試合は一方的な展開になっています。ドリブルでボールを持ち出しています。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。一方的な試合となってしまいました。奪った、一転してチャンスだ。試合を止めていた分アディショナルタイムが2分追加されます。サントス、ここで前半終了のホイッスルです。福西さん、一方的な試合展開ですね。
このせ さあ再びキックオフです。ウエストハムは前半だけでかなりのリードを許してしまいました。ここからなんとか巻き返さねばなりません。すぐ攻撃に切り替えたい。さあどうする。さてキングパワースタジアムで行われている試合に動きがあったようです。はい、2点目のゴールがレスターシティに生まれています。現在スコアは2対0、時間は49分を過ぎたところです。わかりました、報告ありがとうございます。ルーズボールです、ボールはどっちだ。これはチャンスです、決まった。まさにゴールラッシュです。チームがさらにリードを広げました。この快進撃はどこまで続くんでしょうか。うまく読んでいましたね。ひときわ高い歓声が上がります。タックルで危機を出しました。サントス。このままいけるか。プレーを見てみましょう。ショートパスを細かくつないで相手を崩しましたね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。この試合に関しては力の差が出てしまっています。次々とパスを出して相手を揺さぶっています。絶好のチャンス、入った。これはナイスシュート。このパスは簡単にカットされました。ドリブルで運びます。ここは突破を狙う。見事なタックル、危機をしのぎました。ウエストハムユナイテッドの次の試合ですがいかがでしょうか。次はマンチェスターシティです。プレミアリーグでの対戦ですね。これは全く結果を予想できないカードです。このパスからチャンスが生まれそうです。この位置でカットした。最高のボールが出た。深い位置でのチェック。これはチャンスだ。キーパーが止めましたがボールは生きています。ゴールを脅かされた場面でしたがなんとか守り抜きました。チャンスです。相手にタックルしてポゼッションも取り返しました。ドリブルで崩します。ループだ。チップシュートでゴール。リプレイを見ましょうか。
この突破で一気にチャンスになりましたね。フィニッシュは美しい行為がグループシュートでした。キーパーが前に出たのを見逃しませんでしたね。さすがです。試合終了まで10分も切りました。サントス、さてこの試合もだいぶ終わりが近づいてきました。ホームチームにとっては理想的な展開が続いています。これだけの大量リードを前にして相手チームにできることはほとんどないですよね。さすがにここから逆転されることはないでしょう。チームの強さを嫌というほど見せつけた試合になりました。あとはホイッスルを待つだけですね。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。さあ前を向けるのか。ボールを失った。試合終了まであと2分。このシュートは大きくそれていきました。試合終了です。ホームチームが見事に勝利を収めました。要所をうまく抑えゲームをコントロール。さあ前を向けるのか。